したんですけど、今日で100回。おあのここの若宮で私ライブ100回出ました。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。ちょっとびっくりしちゃった。なんか一言ちょっとびっくりしちゃった。おめでとうございます。ありがとう。これからも頑張って。ありがとうございます。はい、じゃあ自己紹介いきましょう。はい、改めまして自己紹介いきたいと思います。あ、ちょ、まずその前に皆さん大きな声でこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。それでは自己紹介の方をいきたいと思います。はい、あすかちゃん100回おめでとうございます。はい、最近一緒にコラボしてるんですけれど、いつもね、曲とかね、サポートしてくれたり、とてもね、嬉しいし、助かってます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。で、中学3年生、15歳、アイポンことアリです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そして、はい、今日100回記念、100回目出演記念になりました。ちょっとびっくりしてるんですけど、とっても嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。アスカ様こと柊木アスカ、高校2年生の16歳です。よろしくお願いします。ありがとうございます。別に女王様キャラとかじゃないからね。左合わせてアリアンドアスカです。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、ちょっと待って。大丈夫大丈夫。ちょっとお花を置いていい？じゃあ、はい、真ん中置きましょう。はい、今日は若宮ということでですね、見たことない方も見たことのある方も、ちょっと最後まで楽しんでいきましょう、はい、この後並行物販もありますので、並行物販の方お待ちしてます。はい、その物販がね、無料で名刺を配っているんですよ。はい、はい、あのね、結構ね、いい感じの名刺なんで。はい、ブログとツイッターの QRL じゃなくて QR コード、 QR コードがあるので、よかったらもらいに来てください。お願いします。お願いします。ありがとうございます。それではラストの曲、いよいよいきたいと思いますので、皆さん手拍子しながらジャンプたくさんしてください。それではタイトルコールしてください。それでは聴いてください、君の幸せ物語。いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり行った。I'm gonna go.